株価が下がったのは第1ラウンドで取れなかった時でございまして、2021年の12月でございます。今私が話したもう結構です。はい、もう結構です。今あなたは記憶が定かじゃないエストリオと知り合った時期でも、宮城2区鎌田さゆりです。本日我が党会派は女性バッターで、私女性の3人目のバッターとして臨ませていただきます。日本の医療技術、そして医療機器、日進月歩の中、命に別状はないという報道に触れますと、いわゆる重症心身障害という政治課題と向き合うまで、実はそこで安堵してしまっていたのがこの私なんですね。でも交通事故、虐待、超未熟児で生まれる赤ちゃん、ネグレクトなど、命は助かったけれど、その人や家族が重い障害と向き合うところ、その次、その向こう側、そういうところまで思いを馳せることはございますか。厚労省によりますと、平成17年以降、医療的ケアの児童数、医療的ケア児数、これはもう増加の一途です。そしてこのパネルには、人工呼吸器を在宅で装置を装着をしている患児数、子どもですね、こちらのグラフも示させていただいております。とにかく増える一方なんです。これは命をつないで生きているということ、これは喜ばしいことです。ですが、こうやって医療的ケアを受けないと、生きるということと向き合えていけない、そういう方々が地域には非常に多くなってきているというこの現実から目をそらしてはいけないと私は思います。令和元年の厚労省によります調査、医療的ケア児者とその家族の生活実態調査では、多い順に申し上げますと、経管栄養が 74.4%、 核炭唾液などの吸引が 69.0%、 気管内挿管、気管切開 41.8% などになっています。医療的ケアを必要とする重症心身障害児者が、地域において在宅医療を継続するためには、日常的、医療的、そして最終的なセーフティーネットが必要になるんです。これらのセーフティーネットを全国で地域の拠点として、医療と福祉の両面をカバーしている拠点がそこを支えているんだということ。これまでですね、施設イコール収容というイメージが強かったです。これ事実です。皆様の中にもきっとそういう感覚があったと思います。でも大臣、今後はですね、地域で在宅支援におけるこの地域の拠点という捉え方に、医療療育園だったり、医療と福祉にまたがっている施設が地域の拠点、今その計画で把握をしていく、そしてそれからはこの地域に拠点として医療的ケアを担っていける、そういうものが必要なんだという、施設イコール収容ではなく地域の拠点という感覚認識に変えていきませんか。順番を変えまして、予定の3番目の秋元外務政務官の件について質問させていただきたいと思います。まずですね、改めて確認なんですけれども、先週の予算委員会で現場委員、それから本庄委員の質問、レノバ関係者から献金を受けたことはあるか否かに対して、秋元政務官、答えはノーでございます。献金を受けてございませんとご答弁なさっていました。今日この場において変更ありますか。ございません。あ、変更ないんですね。はい。では、株式会社エストリオという会社はご存知でしょうか。存じ上げております。秋元外務政務官が代表を務めていらっしゃいます自民党千葉県第9区総支部が、株式会社エストリオさんから2018年から2020年にかけて合計180万円寄付として受けていらっしゃいます。これ間違いないですね。はい、委員ご指摘の通りですね、2018年から3年間60万円かける、3ということで、2018、2019、2020と合計180万円ということになります。今エストリオをご存知で、そして寄付を受けていることをお認めになりました。で、株式会社エストリオの代表取締役の方なんですけど、これレノバの創業メンバーで、2001年から2016年にかけて取締役をなさっている方ですよね。
秋元外務政務官、先週のご答弁、事実と違う答弁となりませんか。これ虚偽答弁の疑いまで出てきますよ。どうでしょう。先日の予算委員会までにですね、エストリオ社につきまして、当事者でありますレノバ社にですね、直接お問い合わせをさせていただきました。その際レノバ社から関係性がないという答弁をいただいたため、この回答内容を踏まえて答弁を行ったということでございます。そうなんですか。レノバとエストリオ関係性一致してます。レノバが関東財務局長宛に提出した大量保有報告書を見ますと、エストリオ代表取締役のこの方ですね、レノバの大株主ですよ。さらに確認できるのは、秋元外務政務官の政党支部に寄付をしていた当時は、この方レノバの特別顧問でいらっしゃるんです。明らかに先週の答弁、これ事実と違いますよ。虚偽に当たりますよ。訂正した方がよろしいと思いますけど。レノバ社に問い合わせをしたところ、当事者であるレノバ社の方からご指摘の人物、会社も含めまして関係性がないとの回答を得たわけであります。でまた献金を受け始めてから今回の報道に至るまでですね、レノバ社の特別顧問等だったことにつきましては私自身は全く承知しておりませんでした。実際エストリア社からもですね、レノバ社について言及があったことが一度もありません。知らなかったということで責任は自分にはないと。で先週の答弁は事実と違うことを言ってしまったということは認めないということなんでしょうか。おかしいですよ。エストリオさんの登記簿でも確認できますよ。登記は2017年9月13日です。この前の年まではこの方は創業から長きにわたってレノバの取締役なんです。そして特別顧問だったんです。なんでこの方から寄付を受けるようになったんでしょうか。先ほどの寄付の計上簿、皆様の資料です。これを見てもエストリオが寄付を始めたのは2018年の10月25日、秋元政務官が2018年10月4日に国交政務官を退任された直後なんです。レノバからの寄付ございません。これ嘘でしょう。レノバやエストリオ関係ない、これも嘘です。お認めになられた方がいいです。じゃあ先週のあの答弁、明らかに虚偽答弁になりますよ。レノバ関係者からちゃんと給付をもらっているということをお認めになった方がよろしいと思います。当事者そのものであるレノバに確認をしたところ、関係性がないという回答をいただいているわけであります。でまたご指摘の献金でございますけれども、献金を受けた際にはですね、政治資金規正法に基づく最低限の結核要項というのがありますよね。量的あるいは質的というような感じで、それらについては違反してないという誓約書の提出を当支部につきましては求めており、今回の献金につきましては法的には何ら問題もないものだというふうに認識をしております。普通献金を受けるときにありがとうございます、そして領収書も発行して、その寄付控除に当たるかどうかの選管の手続きもします。今の答弁聞いてると、そのレロバのその方知らないかのような発言ですけれど、ちゃんとお知り合いで寄付をいただける関係だったんですよね。だからレノバからの先週のその答弁は事実と違うということを申し上げているんです。でレノバの株の購入買い増し売却の年月日、これも示されていません。だから秋元政務官はその献金も合法だったし、自分が国交政務官の時にレノバと何か関係があってっていうことを疑われている、それは潔癖だと、私は何も悪いことしてないんだって言うんだったら、堂々とこのレノバ株の購入買い増し売却の年月日お示しになられたらいいじゃないですか。そして先週の答弁、それは違かったんだということをお認めになられた方がよろしいと思います。当事者であるレノバがですね、関係がないと言ってるわけであります。政務官エストリオとはどうやって知り合ったんですか。記憶が定かではありませんけれども、記憶は定かではありませんが、覚えている範囲の中で言えば、うちの秘書がエストリア社と縁を紡いでいただいたというふうに思っております。記憶が定かでない、うちの秘書が、昨年の臨時会から、こういう答弁は続いています。これですね、先週の答弁が事実かどうか、もしかしたら虚偽の答弁じゃないか、そして今、エストリオのこの代表取締役の方と、レノバの大量株の保有の方と同じだったか知らない、全く説明責任を果たしていません。これ、秋元政務官のきちんとした説明責任がなされないと、外務政務官ですからね、今。
私はこれ必要だと思います。明確にしていただかないと困りますので、秋元政務官再度お尋ねします。今あなたは記憶が定かじゃないエストリアとエストリオと知り合った時期でも献金等は秘書を通じてとおっしゃった。いかにもご自身は関係がない、責任がないかのようなご答弁でした。それは政治家はやるべきではない、教授に反すると私は思います。きちんとこのエストリオとの関係、それから先週の答弁、これは事実と違うということを認めるべきだと申し上げます。再度答弁を求めて終わりたいと思います。委員も私も政治家ですから、自分でいろいろな会合に行って直接お会いする方もいればですね、秘書がいろいろなところで縁を紡いできてくださって私の自身の縁が増えるということも当然いろいろな形であるわけであります。でまた繰り返しで申し訳ありませんけれども、当事者であるレノバが関係性を否定しているわけでございまして、先ほども申し上げたとおり第三者である私が当事者が否定している以上ですね、関係があるかどうかについて認識、何かを確認する認識するということは非常に難しいことなんではないかなというふうに思います。委員長終わります。ありがとうございました。本庄聡君。立憲民主党、本庄聡です。株取引の関係で、昨日大臣の在任中には一切取引をしていなかったということですが、レノバ株以外にですね、売却もしくは譲渡をしたと思われるものがありますが、具体的にはイビデン100株、オリエンタルランド200株、エナリス300株、日本テレビ100株、これらもいずれも政務官在任中ではないということを確認したいんですが、私、国交省に取引をしてないという証明書を出してるんですよね。で、その証明書を見ても、その株式、動いてないんですよ。だからどうして委員の方からこの銘柄にお指摘されるのかというところについても、私は分からないんですけれども、いずれにいたしましても、この銘柄、もちろんですけれども、この銘柄に限らずですね、すべての銘柄について、国交大臣政務官時に取引は一切してないということを明言したいというふうに思います。はい、そうであれば日付分かるものを少なくともレノバについてはぜひ出された方がいいんじゃないかと私は思います。最後もう一つだけ秋元さんにお伺いします。昨日レノバの関係者から献金などを受けたことあるかと問われて、答えはノーでございますと、2回ノーでございますとおっしゃいました。成果を期すために日本語で答えていただきたいんですが、レノバの関係者から献金を受けていないということでよろしいでしょうか。これパーティー券も含めてご回答ください。献金は受けてございません。で、パーティー券につきましてはですね、今まさに通告なく、今本当に突然言われたんで私も驚いてしまったんですけれども、通告もなかったもんですから調べてないというのが現実でございます。申し訳ございません。昨日も質問取りに外務省と国土交通省から合わせて10人ぐらい来られて、答弁体制万全だったと思うんですが、寄付について聞かれるときは普通パーティー券についても答弁用意しますけどね。ではまた後日、ぜひ、教えてください。確認をお願いいたします。じゃあ秋元さん以上でありがとうございました。手を挙げてるよ。理事会で協議します。手を挙げてるよ。はい、外務大臣政務官秋元真俊君。パーティー券についてですけど、パーティー券ってご存知の通り、一定金額以上購入された方というのは報告することになってますよね。少なからずそういった形で報告せなければならないという金額を買ってもらったということは、今の時点記憶としてありません。でさらにですね、昨日現場委員の方から確認をして委員会に報告をするようにといったことを言われたことがございました。でそれにつきましてはですね、私が2022年の2月にですね、予算委員会の第7分科会で萩生田大臣に対して、制度改正を迫ったと。でそれによって制度を改正した。でその改正された、ルールはレノバルールというふうに呼ばれていると、レノバ方式というふうに呼ばれているということ でそれで私がそのレノバルール、レノバ方式という形でルール改正をしたことによって、その後レノバの株を売却をし莫大な利益を得たのではないかという指摘がございました。でこの事実関係について調べて報告しろというふうに言われております。でこのことについて確認をいたしましたけれど、まず事実関係を申し上げますが、令和4年2月の予算委員会時点で私は当該レノバの株式を一株たりとも所有しておりません。でこのことは直前に選挙がございましたから資産報告書を見てもらえればわかるというふうに思います。したがってですね、ルール改正時に当該株式を持っていませんから売却するなんてことができるはずがございません。でそうであればルール改正が利益誘導であったという指摘は明らかに事実に反します。昨日ですね、あたかも100万1000万を超えるような多額の売却益キャピタルゲインを得たというような誤解を招きかねない表現をされましたけれども、政務官
就任前に、まあ、400株からスタートした一連の株、レノバ株に関連する株式の売買においてですね、すべての取引で得た損益の合計額は到底そのような額には満たないということを報告したいというふうに思います。本庄聡君。聞いてないことで時間使わないでいただきたいですね。このルール改正の前に、レノバ株は大きく値段、ね、価格を下げております。入札に負けたからですね。まあ、そのことだけ最後申し上げておきたいと思いますので。はい、次の話題に。はい、もう結構です。いいの？大事な話なので、次、安全保障でお願いします。いいですか？ちょっと何？答弁したい。はい。いや、だって、今本庄議員の方委員からですね、その後株価が下がったとおっしゃってますけれども、レノバ株の株価が下がったのは第一ラウンドで取れなかった時でございまして、2021年の12月でございます。今私が話したもう結構です。はい、もう結構です。はい、本庄聡君。はい、すいません、お待たせしました。それでは、安全保障について、特に反撃能力の問題についてお伺いしていきたいと思います。第1回目に応札した企業は、9団体あったんだけど、新ルールへの意見を表明したが、ほとんどが、その変更は不要だと否定的だということです。特に大手企業は、制限がかかるとスケールメリットを追求しづらくなり、開発意欲が削がれると懸念を示した。そういう中であえてレノバ方式に変更したと。これ利益誘導じゃありませんか？まずですね、私が最も主張したのは、安さもいいよね、安さも必要だけれども、やっぱり早く運転開始するのも必要だよねという点であります。で、今ご指摘のあったレノバ方式というのは、私は何を指しているのか分かりません。で、さらにですね、委員の方から容量をですね、制限するということについて、非常に業界から評判が悪かった。で、それなのに、秋元さんが言って、制度改正をさせたんじゃないかという指摘がありましたけど、その点につきましてはですね、私も反対をしています。本当に政務官ご存じないなら、この日経エコロジーの記事をちょっと、引用しますと、レノバ方式のように、早期に準備をしておいて、早く開始する、そういう、企業が一つの勝ち筋になりそうだと。まあ、こういう分析もあるわけですよ。で、しかも、政務官は、レノバだけじゃなくて、いろんな、新興の再生エネルギー事業者から、まあ、お金もたくさんもらってますよね。過去3年で2500万円。こういった企業が、まあ、レノバだけじゃなくて入りやすいような評価方式に公示されているにもかかわらず、急に変わったと。ところでもう一点伺いたいんですが、レノバの関係者から献金などを受けたことはありませんか？制度改正したのはですね、経産省であります。私その時はただの一議員でございまして、国会で質問をして、まあ、大臣に制度改正をしてください、これは公の場で質問してますから議事録も残ってますけれども、まあ、それも含めてですね、経産省が総合的にいろいろな点を勘案して制度改正をしたのではないかというふうに推察をいたします。で、献金の件でございますけれども、質問の件でございますけれども、答えはノーでございます。秋元外務大臣政務官、源馬健太郎君、はい。質問してないことはなるべく答えないでください。時間もありませんので。まあ、献金は、レノバ関係者から献金を受けてないということですね。よろしいですか？うなずいていただくだけで結構です。政務官。うなずいていただくだけで結構です。外務大臣、秋元外務大臣政務官。ノーということでございます。なんでそこだけ英語になるんですか？もう一個じゃあ伺いますが、なんか、この同じ予算委員会の分科会で政務官はですね、こう言ってるんですよ。私は安倍政権の頃に、それこそ安倍総理、そして菅官房長官にお願いをして、この洋上風力の法律を作るために国交省に政務官として行かせていただいたという経緯が実際にあるんです。これ本当なんですか？正確をお聞きしますとですね、その年に訴えて国交省に行ったわけではありません。やはりこの国にかねてから、この洋上風力に関する新法というものは絶対に必要だと強い信念を持っておりましたので、そのためには、まあ、一議員として何度も政府に働きかけをいたしました。しかし残念ながら、それが達成できなかった中で、やはり自分が政府の中に入っていくということが一つの近道なのではないかということで、当時、まあ、委員がおっしゃったような思いを持ちまして、そういう主張をしていたということは事実でございます。加えてですね、この、その入札の先の方法に
ちょっと戻りますけれども、このことについても大臣は国交政務官時代に、まあ、自分がその、第1ラウンド、第2ラウンド、その含めて、3カ所の洋上風力発電事業、この、選定過程とかも含めて、策定段階に関わってきた人間として、自分が主張してきたことが通らなかったので、じくじたる思いがあって結果が出た後に、やはり第2ラウンドはぜひ変えてもらいたいと、もう強く言ってるじゃないですか。実際に大政務官が関わってきたわけですよね、最初のルール作りに。それだから、ここまで言ったらですね、その影響を与えたということになりません。